安陽寺は、滋賀県大津市にある浄土宗の寺院。立木観音の通称で知られており、地元では、立木さんとも呼ばれ、親しまれている。工房大師が42歳の厄年に開いたことから、厄除けの寺として知られ、震災国33箇所、第20番札所としては、流木山寺とも呼ばれる。琵琶湖国定公園エリア内に位置している。自伝によれば、 公認六年、空海がこの地に立ち寄った際、瀬田川の対岸に光り輝く霊木を見つけた。ところが川の流れが速く、渡れないでいるところに白禄が現れ、大志を背に乗せたい岩まで導いてくれた。白禄はたちまち完全音菩薩に姿を変え、虚空に消え去ったという。この奇跡に感服した、工房大師は霊木に五尺三寸の、 関税音菩薩像を彫刻し、それを本尊としてこの寺を建てたという。この時、空海が、薬年師の42歳であったとされるため、広く薬除けの霊言新たかな観音像として、信仰されることとなった。当時は、現在浄土宗に属するが、空海回帰の伝承を持つことから、創建当初は、新言密教系の寺院であったと推定される。 世田川河藩から約800段もの急な石段が本堂まで続く。石段を登り切ると山腹に開けた境内には本尊である立木観音像を安置する本堂があり、本堂裏にも礼拝所が設けられている。本堂からなおも石段を登ると小さな城があり、参拝者はここで金を一月きして役を落とす。さらに上へ登ると奥の院があり、 ここには道両言元大菩薩が祀られている。毎月17日は縁日となっており多くの参拝客で賑わっている。本堂まで続く石段、ありがとうございます。